YouTube、イエーイ不動産の鬼マムシこと沢茂美です。おめでとうございますおめでとうございますとうとうこの経営編、ね、投資編購入,購入編が終わってね、こあのー、経営編に来られたってことはひょっとして買ったんですか えーねえ、おめでとうございます。でもね、まだ買ってないかもしれない、ねあのー。最低ね、6ヶ月、最低6ヶ月はゼロから始めた人だったらですね、不動産の勉強ゼロから始めた人だったら、最低6ヶ月はいろんな物件を見て、本当に勝てると。で、この動画だけじゃなくて、ちゃんと不動産をやろうっていう仲間を見つけて、一緒に話したり、情報収集したりして、それから勝ってくださいねあの。自分でね、勝てるってあの確信しても、勝てないかもしれない。 それは、ね、あの自分でどこにこの勝てるっていう基準を設,計あの設定するかによって、えー、低いところに設定すれば、あのー、ひょっとしたらそんなに、ね、利益が出ない物件になってしまうかもしれませんし、えー、その高すぎるところに設定すると、ね、そんな物件は、ね、なかなか1年や2年じゃ出会えませんよみたいなことになるかもしれないし、ね、そのでもあの1年か2年いろんな物件見てもると必ず目がね 超えてきてき自分のレベルが上がってこう不動産に関することがに精通してこれね勝ちパターンなんですけれども必ず仲間を見つけてくださいねその仲間と情報を共有したりそういうこれから買おうっていう人のコミュニティに入ってりすですね買,買ってる人のコミュニティに入ったりしてねそれとかあのいろんなあのコミュニティがあって例えば貢献屋とかあのそういう不動産投資とかでファイヤーしたりそのもう潤ってるような人たちが毎日遊んでるようなコミュニティとかもあったりしますんでぜひそういうところをね見つけて入ったりその入ってる人に すいません私もちょっと一回勉強会行かせてくださいとか一回飲み会連れてってくださいとかね自分からお願いしてねそういうところのチャンスを自分で掴んでいくともちろんねそこに行った時にここで得られた知識っていうのは必ず絶対に役立ちますなぜならば実際に経験してないと分かんないことねいっぱい喋ってますんではいということで今日は経営編の方に行っていきましょう 経営始まると、まあ買いましたと。じゃあこれからの家賃の振り込みどうするんだろうあのいや住んでる人たちとどうやってつながればいいんだろううわ、大変だ、えー。20部屋もある。こんな人たちと全員コミュニケーション取れねえってなるわけですよ。これはね、あの探してください。えー、経営編。 で今回のこの動画、私の講座の中では、あの10部屋から20部屋とか、そういう集合住宅、ね、を買うっていう前提であの話してますんで、まあ、管理会社は,、ね、これはあの必須だと思うんですけど、なぜならば自分の時間をこう使わないで回すっていう仕組み、そして管理会社にたんまに払った上でも利益が出る物件を購入する利益というかです、ね、その幸せを多くの人により低価格で あの上げた代わりにそのお金という対価が得られるっていうそういうことなのであの今回の、ね、場合は管理会社探すって前提で説明しますけれどもちょっと後ほど説明しますけどねあの区分所有とか戸建てとかねあのまだ小規模で23部屋しかないんですという場合はあのあの管理会社なくて全部自分で、えっと、直接やっても何ら問題ありませんそっちの方がねあの最初は資金が少ないと思いますのでえっとその やっぱり、ね、管理会社に、ね、5%とか、ね、あの総家賃の5%くらいこうお支払いするわけですよ、管理していただくのでね、あのその中身についてね、じゃあ、管理会社はどうやって動いてるのか、何をこう基準に動いてるのかとかね、どういう仕組みなのかってねあの、やったことない人は分からないと思いますので、その辺をこのお題目に従ってお話ししていきたいと思いますというのが、今回のお話です。 まずね、管理会社の探し方なんですけども、大体いい中古物件っていうのは、もともと管理会社入ってますから、そことお付き合いがね、あのいいんであれば、全然そのまま使うというか、そのままお願いしてですね、えー、やってください。ただね、えっ、ー、とどうもね、もう対応が悪いし、はっきり言って、あのその地域であの1個しか不動産管理会社がないような地域もあったりするんですね。でまあ ちょっとした都市だったらもう駅前に行けば何個も不動産業者があってそこでこう管理をうちがうちがってやっていく。 場所もあるんですけど地域によってはその駅の周辺のその、まあ、半径、ですね、まあ、50キロもないかもしれないですけど、まあ、10キロ以内にそこしかないみたいなのもあるわけですよ。でやっぱね近い方がその実際現地に行ったり見たりできるんでいいんですけどその1件がたまたま1人でやっている不動産屋とかだったらこれ管理は相当難しいですよねやっぱりりそのの家族経営でで、えー、従業員の方が 5, 6人いたりですね。 そういったところが管理とか電話してもねあのちゃんと時間内にいますし、まあ、の忙しいところとかもう手が回ってない管理会社とかもしくは名前だけでほぼやってない管理会社とかは電話しても出ない、ね、誰もオフィスにいません、今出ていますみたいなね、それというかあのべ別事業とあの合わせてやっててそっちの方が忙しいとかでありますんでどうしてもねちょっとここだとか客付けとか心もとないなって、まあ、向こうは、ね、できる、できるって言ったりするんですよ。あのやっぱりあの管理 すするのが一番、ね、効率よくあのお金を稼ぐ方法ですから管理っていうのは結構おいしいんですよね。まあ、でもあのいろいろ大変なことをやっていただくってことで、それなりにお,お支払いします。なので、探す場合は、私の場合、これはおすすめの方法、ここに書いてあるね、ね、えー、まずその物件の周辺の、まあ、同じようなアパートみたいなのに行くと、大体この物件はどこどこ不動産が管理しています、どうぞあの管理お任せくださいみたいな看板とあの電話番号が書いてあったりするんで、そういうの見て、あ この辺りはどこどこ駅の何々不動産のテリトリーなんだって、あのね、その同じ管理会社がこう複数のところあのやってる場合もありますし、もう全然違うのがそれぞれ管理会社でやってると思います。だたいね、あの普通というかまあ一定以上の規模の管理会社の場合は、そういう看板が物件ごとに貼ってあるわけですね。であのそういうところに電話をする。 で感触を確かかめるそして、まあ、対応とか実際に、ね、そこの管理会社の会社のその受付とかに行ってみるのがいいですね。何人くらい従業員の方がいて、従業員の対応がどうなのかとかね、あのスリッパ履いて仕事してるのか、靴履いて仕事してるのかとかねあ、まああの、スリッパの法則っていうのがあってあの、スリッパで働いてる会社、これ全部じゃないでしょうけど、まあ、一般的に言われてるのは、そのアットホームな雰囲気なんですけども、要は自分の感覚を重視している、まあ、会社なのか、その こういうふうに我が社はやるんです、ビシッ今は仕事の時間です、ビシッっていう雰囲気のところは靴とか、ね、その整理整頓が行き届いているとか、そういうところもあのあの関係してきますのでね、まあ、それ、結局自分がのその不動産屋でいいなと思ったらそれでいいんですけれども、そういうのを見て、あの探して決めてください、買えるんであればね。それで、あの1回買えるとねあのその、入居者の振り込み先の口座とかも変わったりするので、結構大変なんですよ。 それで本当にね、間違いないとこ選びたいなと思ったらね、これが一発です。ここに書いてありますけどね、リフォームを入れて聞く。どういうことか。あの、試しにその物件、リフォームをね、もう早速、えー、2、30まで発注するんですよ。この部屋一つを、ちょっといい感じにしてくださいみたいなね。あので、自分でこだわりポイントがあれば、そこを伝えて、まあ、最小限でやってもいいんですけど、そうするとですね、 その棟梁が来ます、その現場監督みたいな、まあ、そこ、工務店ですよね、工務店の親方がね、見に来てきて、うん、ここはあのここ、こんな風にしたらいかがですかね、オーナーさんみたいな、やるんですよ。そそしたらその棟梁が、あのが、ー、あ 例えば壁紙職人、えー、床職人、えー、水道職人とかですね、あの場合によってはね、えっと、キッチンを丸ごと変えたいとかって言えば、そのキッチン変えの業者とか来たりして、まあ、その入れ替わり、立ち替わり、じゃそれ誰が仕切ってるんですか、その棟梁が仕切ってるわけです。そうしたらその棟梁に聞くわけです。いや実ははね、あのこのの物件の管理会社は などうもね、なんかちょっと対応が悪い気がしてるんですけどねって言ってもいいし、もうストレートにあのどっかおすすめの、えー、管理会社、ご存知ありませんかって言ったらね、もうその棟梁なんかね、もうその地域のありとあらゆる物件をこうやってるわけですよ、もう知ってるんですね。あ、で、あそこは全然有名じゃないけど、すごいいい管理会社ですよとかね、そういうのを教えてくれるわけです。で、その方が、 ね、あのだって職人ですから、まあ、そんな嘘つきませんよ、そ,のそこからね、あのキックバックとか多少もらってたとしてもね、あのやっぱり職人なんで、いいいと、自分が本当にいいと思ってる、あそこは真面目ですよとかね、そういうのを教えてくれるんですよで私はこれを聞いて、あ隣の隣の駅だけどとかね、あの5個先の駅だけど、ここはテリトリーだよねっていうところとかね。 その要は自分のところの駅とかその,あの地域だけに限らずあの電車で、ね、やってきてくれるパターンもあるので、まあ、その証券は広いわけですよあの管理会社の。でその隣の隣とかでもいいって言ったらそこにちょっとお願いしてみてあの、まあ、もういきなりお願いするんじゃないでしょう,こうやり取りをする中で分かってきますので、ね、あ本当にあの対応が、ね、真摯だなとかあのそ,れそれまでの実績とか。あの 試しにあの部屋の募集をお願いした時のその対応だとか、そういうのを見てね、あここはその人的体制もそのあのできているとか、ちょっと隣の隣の駅でもあの来てくれるとか、その従業員にベテランの主婦の方が多いとかですね、そういったねもうきめ細かいところを自分で見て、あここだと思ったら、私はそこに変えます。で大体ね大体の ここれどこの駅ででもはっっきり言っていいんですよあのただ、の店の社長とかその従業員の指導とかの体制によってもう全然違いますからね管理会社の雰囲気はねあのお互いの,その社員同士をあを競争させて、ね、成績を出させているところはギスギスしてますしみんなであの誰が受け誰がどのオーナーからの要望を聞いてもあのちゃんと情報が共有されているようなそういうい管理会社もありますし、まあ、そういっての方がいいですよね。 もうなんで、ね、どこでもいいかというと不動産というのはもうシステムが完全に整ってますので全国天然、天ン区を管理業者という,もうシステムがもうこうだというふうに大体決まっていてもうそれで土着のもうそどんなね田舎でもいっぱいアパートあるわけですよ、そういうのを管理しているのでもうすでにベテランなんですね。 でベテランのところでも整ってるん,んで、どこでもいいです、だからお互いの人間関係とか、そういうので決めていいですし、まあ、当然ね、相手も業者なので、相手の利益も考えてあげないと、このオーナーはね、もう文句ばっかり言って、もう、このは願い下げだよっていうパターンもありますからね、自分の態度が悪ければ、だって向こうはその儲けてる、100人も200人もいる中の、私は1人ですからね、もう100物件、200物件扱ってるわけですよ。 その中の1人なんで、このお客さんにわざわざ対応するためにたった5%もらうくらいだったらどっか別行ってくださいって言って、それであのね噂が流れて、あの駅のあそこのどこどこの物件のなんとかっていう人はちょっと変なねあのオーナーなんで、もうやめた方がいいよみたいなのが、その業界で出回ったりしたらね嫌なんで、やっぱり相手の利益を考えてあげてください。そしてね、管理手数料、ここがやっぱり一番大きいですよね。管理手数料、だいたい5%です、家賃の総家賃の5%。でそこ まあ、そんくらいね、まあ、払ってください。でも、それ嫌だなって言って3、3%ってね、まあ、一番僕が、ね、知ってるので、一番安いの3%くらいですけど、まあ、2%違うとね大きく違いますよね。じゃあどういやいやいや、3%にするやり方を教えてくださいよって、ね、これ、あのやり方っていうか、まあ、なかなかね、その運なので、もう、 いや,やっぱり安かろう、悪かろうでね3%のところっていうのはないんですよ、ただどうしても管理を切り替えてほしいって言うんでしたら3%だったらやってくださいみたいなそんな交渉になるわけですね、ここはあの細かくその時のパターンによって変わってくるんですけれども、じゃあ分かりました、うちはもう,う今、新規の管理を増強してますんで、ぜひ3%でやらせてくださいみたいなのをこう電話の中で3%できますかみたいなねあのあ、じゃあいいですみたいな、そういうなんかこう、マネーの交渉になるんでね。 あのはっきり言ってその相手の,その管理体制とかそういうのをあんまり気にしないパターンもあるし実際3%のところだと軽視してねあ,のあそこをそんなにやっても利益出てないしあのそろそろ他のところに切り替わってもらってもいいからみたいな対応に向こうがなるのでそしたらあのやっぱり難しいですねでも3%で実際管理してもらっている人っていうのはいます。 でこのまあ、5%相場なんですけど、7%というパターンもあるんです。まあ、これは8、8%だったり10%だったりするんですけど、ええー、そんなに取られたってね、結構、ボラれてる感じがありますけど、例えば、入居の客付けがめちゃ強い不動産屋で、あの客付けを当社がした場合には、 えー、仲介手数料いりませんみたいなサービスをつけて7%にしてるところとかもありますし、そうですよね、だってあの客付けしたら大体1ヶ月分が手数料で取られて、その上に自分が広告料を払ってたら2ヶ月分が手数料で取られるわけですよ。ね、家賃が5万円だったら、まあ、あの必ず入居者の,その手数料が最初に発生するわけですね、仲介手数料が。それに広告料が出ていくんですけども、それがあの仲介手数料をただにしますよってことだったら、あ 今、空室が何本あって、何件以上やってくれるんだったら7%でもいいかななんて思ったり、最初はねやっぱ向こうにもある程度お金を握らせてあげないといけないのでまあ7、7%で契約したりすることもあってもいいかもしれません。その他ねあのいろんなサービスとかこう広告の代金とか、なんかその契約にあるんですよ。こここれとこれれととをつけたり例えばあの管理会社が 月に1回巡回してゴミを拾いますっていうね、普通だったらこれあの、シルバー人材センターとか、自分で別途業者に雇わないといけないようなサービスがついてる管理とか、その管理の質が上がっていけば、そのえー、手数料が上がっていくっていうのがこれは普通ですね。それはあの契約するときに、なんかこう、その不動産業者によってこうついてるサービスが違いますんであの、それを確認してください。そしてね、10%、8%とかね、10%とか、場合によっては10 15%って、えー、そんなの管理手数料払えねえよってなるじゃないですか。 あの、うそれ、大体サブリースとかはそうです。サブリースってね、あの、知らない人のために説明しますけれども。ある業者、まあ、その不動産業者にも、一頭、丸ごと。 あのレンタルすするわけですねでレンタルしたらその空室分の家賃も払ってくれるっていうような契約その代わりその空室のリスクは誰が負うんですかって言ったらそれを借りた、えー、管理会社不動産会社がそのリスクを負うのでだから管理手数料高いですよっていう、まあね、場合によっては20%いく場合もあると思いますけど。 あのまあ、大体10%ですね、サブリース10から15%くらい。でもね、この、ね、サブリースだけは絶対やめてください。なんでかっていうと、もう本当に何も,もう損してもいいから、もう自分の手間がかかりたくないんだという人はサブリース OK です。ただね、これはね、 一般の方が知らないサブリースの罠があるわけですどういういことかサブリースで貸したということはこっちのリスクや手間は減るんですけれどもそれであ結構高い値段で空室補助してくれるんだじゃあ僕が満室にしたりそういう心配したりする必要ないよねやったー安いじゃんそれで10%あって最初は思うんですけれども実はねそれ最初は高い金額で設定していくわけですよあの向ここうが高い金額を提示しててくれてこれで あのこの家賃で、えー、今設定している、それを全部、空室の分もお支払いしますというような交渉をしてくるわけですね、そしたら嬉しいじゃないですか、だから契約します、ね、でも一回契約したら最後、なんでかというと、えー、これがあの賃貸借契約っていうのは、そうですね、まああの、分からない人は他の動画を見たり、あのまあ、かその検索すれば分かりますんで。あの 賃貸借契約っていうのはオーナーがもう気に入らないから出てけって出ていけないようにするために借りている方が強いわけですよ。ということは何が起こるか2つの大きな権利を、えー、借りている人は使うことができます。1つは、えー、ここに住み続けますよと向こうがつまり借り続けますよと言ったときにオーナーは貸しませんと言って相当な理由がないと貸しませんってならないんですね。だから向こうは借り続けられる権利があるわけです。つまり退去させられないってことなんですね。 もういいじゃないですか、別にね、ずっと借りてもらえば。で、2個目が違うんです。この2個目は、あの賃料の引き下げ請求権っていうのを借りてる人っていうのは持ってるんですね。例えば、もうこの周りの賃料から見て、ここはどうしても高いので、1万円下げてくださいとかっていうのを言う権利が、これ、法律で認められてるわけです。えー、そんなのね、使われたことありませんよ、そうですよ。だ,だって借りてる人は、普通は一般人なわけです、普通はね。 一般人はそのなんか何とか請求権とかね使いませんよ、まあ、たまに、ね、家賃下げてくださいっていうのは、管理会社を通じて聞くことはありますけれども、あのいや、そのままでお願いしますって言ったら、ね、そしたら出て、下がらないんだったら出ていきますってことで、その人出ていかなきゃいけないので、あのじゃあ出てってくださいって、次の人が入るだけですよっていう、そういう立場なわけですね、オーナーっていうのはやっぱり。だってね、あの賃料下げたら、他の人も下げていって言ったら大変じゃないですか。 だから基本的には賃料を上げていく方向にいくわけですね。にもかかわらず下げてくださいって言って、その請求権を使われて、しかもそれがあの、そればっかりやっているサブリース業者、サブリース業者の仕事はそれをやることなんです、だからどんどん値段が下がっていくんですね、そして退去させられない、これはどういうことだか分かりますかね、で当然向こうはあの高い賃料にどんどん上げていって、その差額を取って、利益を。 得ていくわけですねだからサブリース業者っていうのはもうやればやるほど儲かるというかねもう儲かるところに当然線をやってその最初の2年間はこの金額でオーナーを獲得するけど次からは請求権でどんどん下げてってっていうふうにやってこれ地獄絵図ですねはいつまりこっちは利益が出ないようなことをやられるだから向こうう業者っていうのは それをなりわいにしてるわけですから、そのちょっと分かってないオーナーに規制してね、ガバって噛みついて、これドラキュラのようにチュー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 吸っていくわけですよ。だってね、向こうは営利企業ですから、どんどん儲けていかなきゃいけないんで、はい、これがサブリースの実態です。ははいサブリースはねもう やめたほうがいいです。はい、高いです。で、大体5%でも高いのでね。でも、やっぱり自分の時間を確保するためには5%払ってください。その部屋数が多いとね、いろんなこと対応してくれるし、こっちはあの、はい、わかりました。あのエアコンをかいといてくださいとか言うだけですから。はい。さて、その客付けが、その広告料、その仲介手数料は当然1ヶ月分かかるわけですよ。あのお客さんがね、今度来たときに、この今、客付けの話をしましょうね。 客付けっていうのは空室にお客さんを入れてくれるってことです。その仲介、うん、手数料が5%、仲介手数料が1ヶ月分あの、そこに広告料っていうのを入れるんです。1ヶ月分、2ヶ月分、もうね、場合によっては3ヶ月分、つまりトータルで4ヶ月分の家賃を客付けをするために払うってことなんですね。えーってね、思う,思うじゃないですか。でも 何もしなかったら4ヶ月間くらいずっと空室ですからね、4ヶ月間にはもう5ヶ月間空室になるんだったら、4ヶ月分の広告料入れた方がいいってことなんですよ。まあ、そんなに入れなくていいです。大体地域によってはね、あの手数料、仲介手数料は必ずどこでも払いますけれども、広告料払った方がその向こうの営業マンとかね、そのあの募集の前速にしたの方にこう出るわけですよ、広告料、えー、1ヶ月分とか2ヶ月分とか、それで、ね、B。 B1 とか B2 とか B100% とかバックって意味なんですけど、あの書いてあったりするんですけどね、そういうのを見て、向こうの営業マンは、よっしゃ、この物件はわざわざめんどくさい思いをして、お客さんにお知らせしたら、我が社の売り上げが上がる、自分の点数が上がるっつって、みんなその、そういう物件を狙って紹介するわけですね。それはそうですよね、同じくらいの物件があったら、自分のところの手数料が多いところの物件をまず紹介して、そこがダメだったら別のところに行きますよね。 この業界はそういうい風になってるんですなので、あのー、広告料はね、普通に払ってください、1ヶ月分で、試しに2ヶ月分つけてみるとか、試しに1ヶ月分つけてみるとか、この部屋は広告料をつけないとか、いろんなのを試してみてください、そしてそれがどうなるのか、実際どういう風になって、この,世の現実として返ってくるのかっていうのを確かめて、自分の経験値を上げていってください。 でそうしたら、その埋足っていう、この大体物件がね、栄養一枚の紙にすべての情報が書かれたような紙になって出るんですよ。で、その埋足を、その業者、管理業者の人に作っが作ってくれるんで、もしくは自分で作ったの、これを使ってくださいっていう方がいい場合もあります。このね、あの書き方が下手だってる。この物件の魅力が伝わってないじゃないか、この例えばの漫画、えー、漫画、あの雑誌読み放題って、でかく入れてくださいとかね、と言ってるのに書いてないとかね。 そういう場合はこうその出てきたのを見てこれ、ここを消してこれを入れてくださいとか、こあのこ,ほこ,こは本当、徒歩15分じゃなくて14分ですとかねあの、そういうのを言うわけですよ。そして部屋の写真はもうちょっとでかくて綺麗なやつにしてくださいとか、これあの曇りの日に撮影したやつですかとかいや、晴れた日に、ね、撮ったやつの方が絶対にもう印象、もうぱっと見の印象で決まりますんでね。でその 毎速のとかその撮った写真のやつをそのインターネットとかいろんなところに載せて、それを業者が見て、レインズとかですね、で、この部屋案内しようかなってやるわけですよ。で、しかもそれをそのまま印刷してお客さんに見せたりするわけですね。不動産会社の情報が下の方に書いてあるんですけどそ、そこだけ切り取ってお客さんに見せたりするわけです。我が社の扱っている物件ですがって言って、実は我が社が扱ってなくても我が社が紹介していいっていう、そういう業界のルールになってますので。 でその埋葬、これを作っていただきます、そしてホームページに載せたり、まあ、電話営業に対応して、電話で、ね、あの問い合わせに対応してくれたりするわけです。で、その来ると、例えばね、条件にペット、付かって書いてあっても、たまにあのペット、っでもいいでしょうかみたいなのがかかってきたら、それを管理会社の人がオーナーに確認してくれたりするわけですね。 あのここはの1人のということで募集してますが2人で入居したいと言ってるんですがいかがでしょうかとかねあの外国人はいいでしょうかとかあの生活保護の方は大丈夫でしょうかとかあのちょっと病弱な方高齢者なんですけど大丈夫でしょうかとかね、まあ、その懸念事項とかをねこう伝えてきてくれるわけでそれをあの確認してでオーナーはまあね今はもうほぼほぼ満室だからあのその方はあの残念ながらこの あのこの物件のところには今は合わないのでやめてくださいという場合もあるかもしれませんし、いや、もうそういうことでもいいですよ、ぜひ住んでくださいというかもしれませんしね、まあ、それはあのオーナーの,その管理の自分のルールとそのそのなんかあの管理規約のみたいなのがある場合はです、ね、そういうのに照らしてやらないといけませんね。はい、でそれでまあお客さんが来ますっていう前に入居準備、つまりいつでもあの誰が来ても内見してもらったら、もう OK というような状態に しててやってもらわわなきゃいけないいけけですねつまり空室になったらすぐ、えー、清掃業者を入れてもらいます。清掃業者は、ね、大体あの1部屋、まあ、規模にもよりますけど2万円から5万円とかねあの大きさによって決まります。そしてそこが、えー、ペットの毛でぐちゃぐちゃで油でドロドロでなんかしないけどどうやったらこうなるんだっていうカビが生えたような感じで使われている場合もあるのでそしたらねもう清掃は、ね、結構値段が高くなりますけどこの清掃も管理会社が、ね、もうお抱えのところがあって、ね、23社やってくれるんでもうそこでいいと思いますけど。どう どうしてもね、何回見に行っても、なんかね、汚いんだよねと、本当に清掃したのかなと、これ僕が清掃した方がいいんじゃないかみたいな場合もあるので、そういう場合は、その苦情を清掃業者に入れていただくか、清掃業者もね、何社か抱えていらっしゃるんで、ちょっと試しに他のところでやお願いしてみてくださいとか、そういう連絡をしたりしますであのリフォームの提案、ここね、ちょっと次入れるのに、この床だとね、厳しいですよとか、まあ、もちろんね、まああの、私くらいになると、自分の方がそが管理会社よりももっと目が肥えてますんで、 あの自分で指導できたりするんですけどそういうのがまだできない人は管理会社のご意見を提案を、ね、受け入れて場合によってはインテリアあこれね伝統はね必ずつけといてくださいね内見クルーの,の夜に来たりしますんで昼とはね限りませんこの部屋は14時に見に来るとすごいいい感じなんですっていうところでも別に14時に来てくれるとは限りませんからねそうするとインテリアとか、まあ、ちょっとあのおもてなしのね100円ショップでちょっとグリーンみたいなのを置いてあげたりその。 電灯は例えば6畳の部屋にも14畳用の電灯をつけてあげるとピカッと明るくてね部屋が綺麗に見えるわけですよそういうので決まっちゃいますからねもう印象なんですだから壁と床が大切なんですね。 はい、そういう準備をしてくれる、提案してくれるっていうことをやって、いつ内見に来てもいいように備えるわけですね。それで、まあ、例えば5部屋、空室があったら3部屋だけ準備しておいて、この3部屋見せてください、残りはまだインフォーム中ですとかね、例えばこの順番で埋めていきたいっていうのがあったら、この部屋だけ内見させてくださいとかね、まあ、でも大体そこに来た人はその空いてる部屋全部見たいですよね。だから全部見れるようにして選択肢が あってその人によってねあのお好みポイントが違くて綺麗なのはこっちなんだけど追いだけがあるのはこっちだとかねもう部屋によってそのパターンが違ったりしてどれを選ぶのかはあ,のある程度選択できるっていうのも一つ手です、まあ、そういう入居準備をしていただいてそして実際お客さんがじゃあこの決めますと。 言ったら客付けで契約書を書いたり、火災保険やってもらうわけですね。で大体、奨学短期っていうその手数料が多くて、えー、その保証内容があの低いみたいなやつを契約してくれる不動産業者が多いです。でこれ一般保険で、ね、やった方があがオーナーがその後にこに直すときにその保険が使えたりしてね保険っていうのはオーナーが使うためにあるんですからねもう火災が起きて全部燃えちゃったときに使うものじゃないんですよ。 少学短期だと大体あのオーナーがその使えないのでよっぽどなことがないとですね、あのでも少学短期の方が手数料が高いんで、うちはうちの不動産屋は奨学短期しかやってませんというところがほとんどです。でも、昨日聞いたところは一般保険もやってますっていうのこれ一般保険をやるためにはそこの不動産業者があの特定の資格とか取ったり、ある程度投資してないとできないですね。なのでまあ大体は小学短期しか 補償の,の,の程度が低い割に値段の高い、だいたい2年で2万円くらいのところ、一般的なんですかね、手数料も入れて、あのそういうのをやっているところにいますが、まあまあ、結論から言うと、何でもいいですけれども、火災保険やっていただくと。 そして、その入居者にね、ゴミの出し方は、この地域では、これ、市町村ごとにね、ゴミの出し方がね、違いますからね、ここはあの黄色い袋に入れて燃えるゴミあっちはあの全部透明の袋でいいですか違うんですよ。で、他のところから転居してきた人っていうのはね、前のパターンでやろうとしますので、このゴミの指導とかもね、あのもちろんその市町村が配ってるやつを転居の時にもらってるんですけれども、このこういうふうに分別してくださいねっていうあのマニュアルみたいなのが、まあ、そういうのもねあの、それだけでは大体出せなくて、これ、なんでかっていうと、その、 指定通りにやってないと回収していかないんですよ。そこのゴミ収集所のところがですね。そしてそのゴミ収集所が自分の敷地内にあったりすると、まあ結構大変なわけですね。そのためにベッドを業者を雇って毎回分別されてないゴミを捨てないといけないなんてこともあるわけです。大体ね、相場は1ヶ月4000円くらいでね、業者がその。 回収されてないゴミを回収していって自分で分別してくれるっていう、まあ、そんなサービスもありますけど、まあ、ということでね、ゴミの指導とかしていただいたり、あの更新作業ですね、2年、大体2年で一区切りの契約になってますので、2年後に、あの業者によってはちゃんとその都度契約を結び直すところもありますし、業者によっては覚書をなんかペラッと交わして、また次の2年もお前と同じようにやりますみたいな、本当簡単なのでやる場合もありますけど、まあ、そこはね、僕はあのその管理会社にお任せして、 でその時に手に更新手数料まるまる全部管理会社が持ってくパターンもありますし、その更新料の半分、つまり1ヶ月の家賃の半分ですねをオーナー側にあの更新料として振り込んでくれるとか、そういうのも、ね、ありますので、まあ、それはもうはっきりっ小さなことなので、どうでもいいですけれども、まあ、いろんなパターンがありますと、その更新の手続きや契約、まあ、そういうのをやってくれます。で、やっぱりそのやってる間に管理会社がやるのが、ここの対応って書いてある家賃、経費、隣人、 うん、とかのトラブルです、ねあまあ、トラブルって家賃とか経費の、ね、回収、まああの、例えば水道が、ね、おかしくなって水道業者を派遣しました、派遣してもいいですか、はい、お願いしますって言ったら、ね、水道業者を派遣するで、人間が1人動けば必ず1日1万円というか、1回行くだけで、ね、あの交通量だけで1万円発生したりしますからね、まあ、それが業者の世界です。だから 近くの、ね、業者で安くても、まあ、最低5000円はかかりますよね、人が,人が1時間でも、ね、現地に行けば、そういうのの経費とか、まあ、家賃の回収、その不動産業者が管理会社が一括であのお金を集めて。 えー、それをまとめてこういろいろ計算してあいどこどこの家賃はいくら大体部屋ごとに、ね、家賃が違うのが一般的なので全部計算したエクセルのシートみたいなのを添えてだから今月の手数料差し引いて、えー、あなたの口座の振り込みはいくらですってドかって物件丸ごと1等分のやつがこう振り込まれるわけですね。 そういうのとか、まあ、例えばトラブル、まあね、隣でペット飼っててうるせえとか、夜中もガサガサやってうるせえとかね、あの壁が薄くての隣の声が聞こえてきてうるせえとか、テレビがうるせえとかね、大体、ま、うるさい系ですけれどもあの、それとかね、ちょっと喧嘩しちゃったりしてあの、隣の人が気に入らないんですみたいなのを全部やってくれるわけですよ。まあ、全部じゃないですけどね、オーナーに相談する、が来ることもありますけどね、私の場合はまあ現地に行ってね、たまにこうあ直したり、えっ、ー、とまあ、<laughs> いろいろお世話とかをしてるんでね、あのなんとかさん、あのどうですか、最近困ってませんかいや、実は、あの、網戸に穴が開いちゃって、あ、そうですか、じゃあ今ちょっと私、動画あるんで直しましょうかみたいな、ね、そういうコミュニケーションも取る場合もあります。まあでもね基本的にはあのその 管理会社が隣人のトラブルを解決してくれるわけですねそして鍵、鍵なくしましたとかね、あの電子場の場合はあの、この電池が入ってたりするんですその電池が切れて開けませんとかね、そのマニュアルとかを作って管理会社に渡しとくと、やってくれたり、もう本当に、本当壊れてもしまわなくなりましたみたいな場合は、鍵屋さんとかそういうのも対応してくれたりするわけです。鍵は、ね、結構中に入れちゃいましたとかね あ,のあるんですよそして、まあ、大体壊れるのはエアコンですね、まあ、あの古くても10年以上経つとねもうパーツがなかったりしてねもう修理じゃなくて買い替えの方がずっと安いですそれとか、まあ、業者によってはその例えばガスと契約するこの業者とガス契約するとエアコンの取り替えがタダになりますよみたいな契約もあったりするんですねだからそういうのでうまく。 エアコンを取り替えたり、他の物件で余ってるエアコンがあるんだって、持ってって、それをつけてもらったりですね、いろいろできますと、そういうさまざまな対応をやってくれます。そして最後は退去点検ですね、これがね、あのまず鍵を回収しますよね、退去します、何月何日ですって。で場合にによってはそこにあの保険のチーム を一緒にその退去点検に立ち会ってもらってあの写真とかを撮るとその部屋の,そのちょっと汚染とか壊れたところの保険を請求できるなんていうのもありますからその日程を聞いて合わせてそこに保険のチームを派遣してですねやるなんてもありますけどまず会議を回収してその会議の番号とか変えないといけませんねそして資金を生算します。最初にね あのまあ、例えばペット科だったら3ヶ月分の資金を預かってたり、普通だって2ヶ月分の資金を預かってたら、そこからそのクリーニング代とかいろんなのを差し引いた、その生産が終わったものをお返ししなきゃいけないんですね。まあ、それが大変な場合には、最初から契約の時に1ヶ月分焼却とか2ヶ月分焼却とかっていうふうに書いておいて、焼却っていうのはもう計算しないで自動的にもう当てますっていうのを最初に契約しておくわけですね。それとかあの例えば退去ののの時の気づきのえこう シェアをしたりですねあの気づきってこ,うここはこうなってった方がいいですねとかここちょっとめくれちゃいましたねとかあのあの要はあのいろんなことをアドバイスをいただくわけですね。この,あのなんだキッチンはもう古すぎてボロボロ触ると、ね、粉が落ちてくるんで変えた方がいいですとかね、まあ、そんなのも自分で分かりますけど、まあ、現地に行かない場合もあるので、まあ、大体行かないんでねあのそういうのを教えてもらってあじゃあ,あ直してくださいみたいなのをやるわけです。 はい、それとですねあの例えばルーターがあったんだけどルーターを入居者が持ってっちゃったとかねそしたらまた帰っておかないといけないじゃないですかだから回収してくださいとか最後転居あの退去するときに、えー、必ずここを点検してくださいっていう例えばそのタコ足のやつをつけとくんですけどそれも持って帰っちゃったとかですねそのタコ足がないとどうしてもそこの。 IH コンロに足りませんとかね、換気扇と IH コンロで2個台ダメなんですとかね、そういうのがありますので、この状態で退去ですっていうのを管理会社とこう認識を合わせながらやらないと大変ですね。ということで、管理会社のメカニズム、管理会社ね、こういうふうに動いてるんです。で、あのあ電話かけたらね、浅尾さんですかって言ってもらうくらいまでこうなるといいですね。その付き合い方のところはまた次回の、えー、ところでやりたいと思いますけれども、まあ、最後にね、 えとこの区分所有とか戸建てとかはもうはっきり言ってやることないんで、あの勝手に全部ね、電球が切れたら入居者がやるっていう契約になってますし、あのもう管理っていうのはほぼ必要ないんですよ、その場合はもう全部、最初の賃貸借契約のとこだけどっかの会社にお任せして、そこでその手数料をもらって、その後はずっと何かあったら、オーナーに電話してくださいとか、まあ、それでもね、管理会社の方に電話がかかることはありますけれども、そのお金を、え、なんだ、この。 お金を管理手数料として払わなくても、うんとまあ、ずっといいっていう、そのこれを、ね、自主管理っていうんですけれども、これでやるのがいいです、一般的です。まずはそれをやってみてください。最初から、ね、管理すると、ね、もうただお金を5%取られたりするだけなんでね。はい、いかがでしたか、管理会社はこのようにメカニズムで動いております。 さてね、まあだいたいね、あ、管理、あ、そうなのかってね、まだ買ってないけれども、この動画を見て、この先何が起こるのかっていうのをこう、不動産経営、不動産ね、あの楽しいですよ。えっ、ー、と、いろんな事件が起きますからね、この事件も全部、えー、楽しんで、えー、入居者の方々を幸せにするシステムを構築していってください。そうです。あなたが構築するんです。それではまたね、次の動画でお会いしましょう。イエーイ